君はバラより美しいなどの名曲で知られる、布施明さん。過去に病魔に襲われて苦しい思いをしていたそうです。その時、ある奇跡的なことが起こったそうです。布施明さんに一体何が起きたのでしょうか経歴と共に見ていきましょう。布施明さんのプロフィール。本名、布施明。 青年月日、1947年12月18日。出身地、東京都、三鷹市。身長17、171センチ。血液型、A 型。学歴、豊島実業高校。所属事務所、FRA 音楽奏者。経歴、 布施明さんは、都立府中高校在学中に、日本テレビのオーディション番組、味のもとホイホイミュージックスクールに応募し、見事合格。渡辺プロダクションに所属することになりました。所属後に、事務所の先輩、ザ・ピーナッツに憧れ、歌手を目指し、1965年に、君に涙と微笑みをで歌手デビューを果たします。デビュー当時は、 事務所の先輩だったそのまりさんや伊藤ゆかりさんのステージの前座を務めていました。デビュー後、恋や霧の真柊子、愛は不死鳥などがヒットし、歌手として活躍する傍ら、俳優としても活動。1969年にはテレビドラマ、SH は恋のイニシャルで主演を務めました。その後の1975年、 シクラメンの香りが大ヒットし、ミリオンセラーを達成します。同曲で日本レコード大賞や日本歌謡大賞、FNS 歌謡祭での最優秀グランプリなど、その年の多くの賞を総なめにしました。以降も、君はバラより美しいなどのヒット曲を連発し、NHK 紅白歌合戦にも連続出場。日本を代表する男性アーティストへと成長しました。 また、俳優としての活躍も目覚ましく、映画やミュージカル、テレビドラマなど多くの作品に出演しています。2005年には自身も出演した特撮テレビドラマ、仮面ライダー響きの主題歌、少年用リリース。初動セールスが1万枚を突破する大ヒット曲となり、25年ぶりにオリコントップ20入りを果たしました。 響き役の細川茂木さんをはじめとした仮面ライダーに扮したスーツアクターたちと民放と NHK の枠を超えて共演し話題になりました。2008年には35年ぶりに紅白歌合戦のトップバッターを務め、君はバラより美しいを歌唱しています。当時61歳だった伏瀬さんは、 三河健一さんと並んでトップバッターを担当した歌手の最年長記録となりました。2009年を最後に紅白優待を宣言し、ポップス歌手出場枠を更新に譲る意向を明かしました。意外な結婚歴。布施さんは1980年、イギリス人の女優であるオリビア・ハッセイさんと結婚し、国内外で話題となりました。 オリビアさんは映画ロミオとジュリエットでジュリエット役を務め世界的に人気を博した女優です。二人の馴れ初めはオリビアさんが日本の金帽化粧品の CM に出演しその CM の歌を布施さんが担当したことがきっかけでした。オリビアさんが布施さんの歌に惚れ込んだとも言われています。またオリビアさんは布施さんと出会う前に子供を一人出産しており その当時8歳だった息子が伏施さんに懐いていたことも結婚に至った理由の一つと言われています。結婚同年、伏施さんはアメリカでミュージカルや歌詞活動なども開始。活動の拠点としていた日本とオリビアさんが暮らすアメリカを行ったり来たりする生活を送っていました。その後の1983年に二人の間に息子が生まれましたが、 1989年に離婚しています。その原因は、それぞれ活躍している国が異なることで、徐々に溝ができ、すれ違いな生活の中で、オリビアさんと15歳年下の男性歌手との浮気が発覚したのです。結局、この不倫が決定打となってしまい、離婚という結果になってしまったようです。布施さんは、 当時の日本では考えられないような額の医者料と養育費を払ったと話題になりました。子供の養育費として3億円を支払ったと報道されましたが、後に布施さん自身が記者会見で否定しています。離婚後、息子はオリビアさんに引き取られアメリカで暮らしていましたが、父親である布施さんに会うためによく来日していたようです。息子が日本に来た際は、 自分の仕事現場に連れて行ったり、北海道旅行や富士登山をしたりと、いい関係を築いているそうです。また、オリビアさんのツイッターには、息子がたびたび登場しており、元気な姿を見ることができます。再婚決意のきっかけとは、離婚後は長らく独身だった布施さんですが、2013年、歌手の 森川ゆかりさんと再婚しました。16歳という年の差ですが、長く友人関係が続いた後に、自然と交際に発展したようです。入籍の数年前には、都内で行われた森川さんのバースデーライブを観客席から見守る布施さんの姿が目撃されていて、布施さんのライブに森川さんが観客として訪れている姿も目撃されていました。 2011年、森川さんがリリースしたデビュー25周年記念アルバムにはバックコーラスとして布施さんを迎えました。当時の取材で森川さんは布施さんのコーラス参加について、本当に嬉しくて感激です。一人の歌手として強い刺激を受けていますとコメントしています。どうやら森川さんは昔から布施さんのファンだったようです。 布施さんが森川さんとの結婚を決意したきっかけは、2012年に自宅治療していた母親が亡くなり、その看病の疲れで布施さんも体調を崩し、肺炎を発症してしまったことでした。肺炎の治療中に自身の健康が気になった布施さんは、父親が大腸癌で亡くなっていたこともあり、大腸を検査。そこで初期の大腸癌であることが判明したのです。 その後に行われた手術の際に、月きっきりで看病してくれた森川さんを見て、布施さんは、すべてにおいて彼女が必要だと感じ、再婚を決意したのでした。現在も夫婦二人で円満に暮らしているようです。病気が奇跡的に ?2019 年、声が出しづらい、歌いづらいといった喉の不調が続き、診察を受けた結果、 生体ポリープと診断されました。医師からは、なるべく早く手術を受けた方がいいと言われますが、コンサートツアーのファイナルの終了を待ち、その後の手術を希望したそうです。また、司会として出演予定だった火曜番組は、療養期間中は出演が見送られることになりました。しかし、幸いなことに、手術前の検診にて、ポリープが消失していることが確認されたのです。 医師からは年に一例あるかないかの特殊な事例だと説明されたようです。そのため手術を受けることなく歌謡番組の司会も担当し芸能活動を再開しています。70歳過ぎても精力的に歌手活動を続けている布施明さん。意外な結婚歴には驚きましたが、 現在は森川ゆかりさんといい夫婦関係を築いているようで安心しました。これからも昭和を代表する歌手として名曲を歌い続けてほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか健康に気をつけてこれからも素敵な歌声を聴かせてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関して コメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。